どうも皆さんこんにちは、トズルです。今日はですね、クラン対戦の結果報告をしたいんですけれども、引き分けてしまいました。久しぶりに、勝ち星を飾ることができなかったんですけれども、101対101ということで、こちらの、攻撃回数はフルでも80回ですね。40対40の戦いなんで、攻撃回数フルで、平均破壊率もですね、こちらが上回っているにもかかわらず、引き分けということで、なかなか苦戦しても最後の最後までどちらに転ぶかわからない戦いだったんですけれども、引き分けという結果になってしまいました。いやー、ほんと悔しいですね。敗因というか、敗因ではない、負けてはないんですけれども、その引き分けた原因としては、やっぱタウンホール10ですね。相手のタウンホール10のこの3人がこちらの上位から星3つとかもうバシバシ取ってきてですね、これが痛かったなと。こちらはやっぱりタウンホール10相手にですね、星がなかなか、1、2はもう挑む余裕すらなかったんですけれども、下はですね結構頑張ったんですけれども、上が、なかなか取ることができなかったと。で、今回の、この動画ではですね、タウンホール10の人の相手の、攻めを見てみようかなと思います。というのも、その私の動画ではなかなかそのタウンホール10の、こちらのタウンホール10があまりないので、動画にすることがなかなかないのでですね、上手い人のタウンホール10を、ちょっと見て勉強していこうかなと。やっぱ魔法の数とかユニットのレベルが違うんで、タオル9からですね、星3つ取られると、なかなか、だってこのベースですよ。このもう壁も結構、中心部壁になってて、もう全部レゴ壁。このベースから、3つと、タオル10的にはもう普通なんですかね。タオル10の人からしたら、タオル9から3つっていうのは普通なのかもしれないんですけれども、見てうまいなと思いましたね。こちらのヒーローもかなり高いんですけれども、相手も、ヒーロー高いですね。はい、早速リプレイ見ていきたいと思います。戦術としては、ゴレウィズプラスペッカネクロマンサーなんで、基本といえば基本ですよね。普通の、ゴレウィズプラスネクロマンサーとペッカって感じですね。ゴーレム3体で、もう最高のユニットレベルですよね。はい。やっぱゴーレムの体力たるや恐ろしいですね。このレベルになると。そして難なく壁まで到達。で、ウォールブレーカーでやっぱ1個目は開けようとしたけど失敗したのか。で、その後ろのこの火壁は、ジャンプを使ってますね。はい。で、ここら辺でペッカを投入。ペッカとヒーローは遅らせて投入してきましたね。ペッカのこのレベル5がかなりやっぱ強いですね。その、攻撃力とか、もう破壊力が半端ないです。もう難なく中心部で破壊されてっていった感じですね。よく見る、その、あれですね、ゴリウィズなんですけれども、ここで、ペッカ組とですね、ペッカヒーロー組と、ネクロマンサーゴーレム組に分かれてくれたんですよ。これ見て、僕は、結構これいけるんじゃねって、星2つで抑えれるんじゃないかって思ったんですけれども、なかなかこのね、ペアが強い。そのゴーレムのレベルマックスとネクロマンサーのこの無限骸骨ですか。これがなかなか落ちないんですよ。こっちはこっちで仲良くやってて、で、こっちはこっちでやっぱ高火力じゃないですか。高火力で、この後ろのネクロマンサーがいやらしいですよね。このネクロマンサーがもう日々っていうか、もう常にもう偵察のドクロを送ってるので、これもまたいやらしかったですね。で、もう二つの、ユニットに分かれて、二手に分かれても強いという。どうやったらこれ防げたかはちょっと謎ですね。タウンホール10って思ったのが、タウンホール10の人って、もうイメージなんですけれども、フリーズのイメージがあったんですね。やっぱフリーズが、タウンホール10強いなってずっと思ってたんですけれども、タウンホール9相手にはですね、フリーズ使ってないですね。今回は、ジャンプ一つと、レイジ2つ、ヒール2つだったかな。なんで、どうなんでしょうかね。フリーズってやっぱりその、インフェルノタワー用なんですかね。インフェルノタワーには効果絶大だとは思うんですけれども、今回はフリーズ使うことなくですね、もう星3つ、難なくもう成功法ですよね。成功法で、取られてしまったという感じですね。もう一つ見ていきましょう。これはせめてまた別の人ですね。ヒーローレベルが11、11と、さっきより全然低いんですけれども、攻め方はもう一緒ですね。ネクロマンサーが少し多い。で、ゴーレム4体ですね、これ。
レベルマックスのゴーレム4体でもう超そのなんていうんですかね、体力勝負というか、まあ、でもこれで1体やられてますね。援軍これ処理すればいいのになって僕は思ったんですけれども、こんな援軍釣りやすいようにしてるのになんで援軍釣らないんだろうと思いますね。まあ、それでも星滅取られてるんですんで何も言えないんですけれども、でこのベースはどういったベースかっていうと、真ん中にタウンホール置いてますよね。でも完璧に真ん中と外隔離してて、要はですね、まあ、同格相手とかですよね、同格相手にまあその例えば防衛施設っていうかこの外の施設ですね、外の施設をしっかりこうサイドカットといいますか、しっかり破壊しないとどのユニットもですね、タウンホールに、ターゲットが向かないといったベースになってるんですね。なんでここにジャンプを打ちましたよね。ジャンプ打ったんですけれども、もうタウンホールにはみんな見向きもしませんね。なんでこの時点でかなり、あ、成功やって思ったんですけれども、ユニットもかなり分かれてますよね。まあなんですけれども、まあ、さっきのデジャブでゴーレムとネクロマンサー組とヒーローの高火力組が二手に分かれましたよね。これはさすがに成功したかと思ったんですけどね、押し切られてしまいましたね。まあ、なんでかって言われるとやっぱり、相手のユニットレベルが高いっていうのと、なんででしょうね。やっぱここまで、今、ここまでですね、ここまで破壊して、ようやく、このユニット、アチャクイが、タウンホールに向きましたね。なんで逆を言うと、ここまで破壊されなければですね、タウンホールは向かないんですよね、ターゲットが。なんで星1で、抑えに行く攻めの、防衛配置なんですけれども、まあ、やられてしまいましたね。ゴーレム、強い。ゴーレムレベル5が体力やっぱありますね。という感じで、まあ、難なくこれも星3取られてしまいましたね。ゴーレムが強いイコールネクロマンサーの強さも倍増するので、それが強いですね。もう一つ、見ていきましょう。こちらのリプレイはですね、以前私が紹介したゴレホグですね、ゴレウィズプラスホグライダーの、攻撃になってます。ヒールが4つとかなり多めですね。見ていきましょう。まあ、ゴーレム投入して、まあ、ここまでは普通の、まあ、ゴレウィズ、まあ、ゴワイプみたいな感じです。あ、ゴワイプじゃない、ゴイーウィか、5位みたいな感じなんですけれども、まあ、こっちの援軍ですよね。援軍と、まあ、ヒーローが処理できたと同時に、まあ、ババキンはまだ処理できてないんですけども、援軍と、まあ、アチャクインですね。処理できたと同時に、ホグライダー投入してきて、まあ、ヒーローをかけつつ、防衛施設を破壊していくと。で、この戦術の強いところは、ホグライダーの苦手の、その援軍とか、まあ、ヒーローを、破壊することができて、で、その破壊したユニット、この本体たちですよね。こいつらが、要はホグライダーが防衛施設破壊してくれるので、なんていうんですかね。最初は、本体として働くんですけども、後のこの、なんていうんですかね、残存部隊というか、残ってる、施設を破壊してくれるユニットになってくれるんですよね。なんで、お互いの欠点を、まあ、補うような、戦術になってますね。なんで時間が足りなくなるっていうこともなかなかないですし、かなり強い戦術だなと思ってます。まあ、これも星3つ、取られてしまいましたね。まあ、10の人でですね、結構そのこのゴレウィズプラスホグライダー、ゴイホグですか、ゴイホグを使ってるっていうことはちょいちょい聞くので、まあ、かなり強い戦術なのかもしれません。今後もですね、この戦術については注目していきたいところですね。ということで、まあ、相手の銃の攻めを見ていったんですけれども、やっぱ、うまいですね。はい。やっぱ、ユニットレベルももちろん強いんですけれども、まあ、その上、うまいと。なんで、まあ、タウンホール9で星3つ取られてしまいました。まあ、これからもですね、私たちも、まあ、日々精進してですね、しっかり勝ちを、目指す、クラン。そうですね。全勝を目指していけるクランを作っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。では、今日はこの辺で。バイバイ。